11時になりましたんで、相場解説の続きやります。これが1時間足なんですけども、朝ねこれが上昇に転ずるんではないかなってことを申し上げましたけども、ちょっと待ってくださいね。フラッグができて入ってきた方向に抜けるってことも考えられますから、もうちょっと様子を見た方がいいです。これはただまあ売りで今入るのはナンセンスなのと、朝入った方はここでまあ損切りをした方がいいですね。まあロスカットライン設けてると思うんで、ロスカットにはなってると思いますけども、それでですね、これがどのぐらいまで上昇していくのかなってことなんですけども、まあ1時間足を見るとここら辺までかなとかね、ここら辺までかなっていうふうに感じることができるんですけども、ちょっと4時間を見てみましょうか。はい、4時間を見てみるとこういうふうになってるのがわかると思います。こう下がって N が来て、こう来て、もう一個 N が来るかなと思ったら来ないかもしれないってことですよね。その時にですね、これを見てほしいんですよ。ここね。こう抵抗じゃないですか。だからここまで上がったら大きな、4時間での N がこう完成するっていうふうに見た方がいいですね。そんなところですかね。はい、では引き続きお願いします。